それを今日ちょっと3日間忙しかったし、なんだかんだ先週もちょっとバタバタしてて、やっとね放送が再開され始めて、たまりにたまってて、今見てたらさ、もうこんな時間になっちゃっててびっくりしました。びっくり、すごい危なかったんです。ちょっと本当にあの配信よりもドラマをあの集中して見すぎちゃってて、こんな時間になっちゃってました。すいません。そう、いや配信後でしようって思ってたんだけど、そう一旦配信を置いてドラマ見ちゃってたら、もうこんな時間になっちゃってびっくりです。怖っドラマ集中しちゃってると危ないですね。こんばんは。今日は鹿上がり公園夏祭り公園2日目こんな髪型をしておりました。じゃんじゃん、イエイイエイ。あ、レイちゃんありがとうございます。公園行きました。ありがとうね、嬉しい。こんばんは。かわいい。台風が来てるんだよね、多分。台風の影響がいろいろ出ちゃってるんだよね、多分。目がとろんとなってる。眠いっていうのもあるかも。今日朝早かったからさ、朝早くてさ、全曲通してから本番を迎えたので2回公演夜があったメンバーは実質3回公演。そう、でも昨日の夜も公演して、また朝早くからやってたから、ちょっと続けてた体がね。しかも今日トレーナーさんいなかったんです。そうだから本当に体がちょっと疲れが溜まっちゃっていたので、頑張った方ですね方です。かなり上位。本当に本当ですか。サマステとかブラン、確かにね、直撃コースだね。そうなの。そうそう、体がねバキッと。ありがとうございます。あ、今日はそう、サウンズグッドなんですけど、やったんですけど、夏を感じれていいね。夏曲は好きですね、私。夏曲好きだけど冬曲も好きよクリスマスがいっぱいとか、アイリは12月のカンガルー大好き、踊ってて楽しいからすっごい大好きだし、でも夏曲は好きな曲いっぱいありますね。夏曲似合うね、本当。覚えるのも大変そう。本当にそうなの。偉いです、みんながメンバーみんな偉いんです。コンサートリハして、サマステリハ、あ、サマステして、すっ帰ってきて、あの夏祭り公演の準備一日で覚えたりして、結構大変。なんかお仕事なんでね、当たり前なんです、覚えて当然なことなんですけどそれは当たり前なんだけども、でも冷静に、まあ、結構ねスケジュールが込み込みの中ね、割とみんな覚えて、一夜で覚えて頑張ってね。そうですね、スカが出たメンバーうちは2倍書いたの。はいはい、そうで2日連続出れたので
2回昨日と今日2倍かけましたそう、夏祭り公演、クリスマス公演ね、なんか行事ごとが好きだね私やっぱ。わかる、イントロ、イントロって最高てか神曲のイントロって何でも最高だよね。神曲のイントロはやっぱそう、やっぱ神がかってます、何でもね誰の見てる、最近は昨日はそれそれメインで書いて、今日は、またちょっと変えたデアルさんありがとう。上位に好きな曲です、わかる、一緒ですね。引っ越しなの、すごい。インさんのイントロ好き、それないいよね、夏曲のイントロってだいたいいいね、やっぱでも、いいよね、いいよね、わかる、夏曲のイントロ良くない、いいやつ多くない、 B さんもそうだけど、なんか良くないですかこれ、アイドル曲あるある、そう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 、あらー、しばらく帰れなくなる、結婚になっちゃってるのかな、ね、わかる、内容違う、そう昨日と今日変えました、いやなんかでもいいのよ、イントロがやっぱりなんだか上がるんよね、エモさがある、エモさがうん今日は、今日はさやちゃんとゆうなさんとゆうなちゃんとしぶちゃんと全員ちゃん呼びしてる、ゆうなさんって言ってたけど、ゆうなちゃんって呼んで、さんって呼んでるみたいな、ちゃんって呼んでって言われてるから、もうゆうなちゃんとしぶちゃん、さ4人でお揃いにしたんです、今日は仲良しです、でもね、なんか前はりしぶちゃんってずっと呼んでたんですけど、なんか私だけが呼んでると思ってたの、ずっとしぶちゃんって、そしたらしぶちゃんの生誕祭に出たさあやがしぶちゃんって呼んでて、へっみたいな、待って他にいたみたいな他にしぶちゃん呼びいたんだけどと思って、もうやめちゃったんですよちょっとあーもう愛理だけだと思ってたのになーと思って、もうしぶちゃんって戻したら、しぶちゃんが、いやなんか愛知さんからしぶちゃんって呼ばれてたの好きだったのに、そうやめちゃったかなみたいに言われたから、またちょっと戻してますそう、どんな感じ、しぶちゃんどんな感じ、どうだろう、イプキともまた違うなっていう感じなんかなんて言うんだろう、なんだろうね、なんかしげさんとかがやってたようなことも平気でやっちゃう、そうそう、やれちゃう感じだし、でまたなんか子供っぽい、なんかね、なんて言うんだろう、喋ってる感じはちょっと子供っぽい感じはあるけど、そうそう、でもすごい面白い子だねそう、夏が似合う女ですね、しぶちゃんは、そうそう、虫のバラが愛知かと思う、虫、いやー、あきよしさんの虫バラ最高でした、てかもうできんわ良すぎて
確かに愛知呼んでるね。そうそうそう、だよねだよね。でもね、私は結構あの精神年齢低めな子好きなんですよなんて言うんだろう、精神年齢が高いよりかは低い子の方が好きで、なんかそうな、だからうん、なんか人間的には精神年齢低い人と会う感じは昔からある。精神年齢低いというとあれなの、いい意味でね。なんていうの、例えばうーん、なんていうんだろうな、こうちょっとくだらないことでも楽しめる感じ遊び心あるって言うと、だいたい精神年齢がさ高すぎちゃうとね、やっぱりなんかくだらないこととか、あしょうもなみたいな感じで思われちゃうけど、そういうのもまあ楽しめるの人が私はすごい合うかなっていう。そういうことでなんか楽しめるじゃん、一緒に笑える人が合うんですよ。なんか親友とか、私の地元の親友的存在の子一人いますけど、その子も全然なんて言うんだろう、あんまり賢い子じゃないんですけどなんか笑いが、笑いのノリが合うというか、そのくだらないことを笑える感じのことはやっぱ仲が良かったの、小さい頃から。だから私は多分そういう人間と会いますねそうそう、ゾッキーさんありがとう。でも HKT ってなんか少女の心を持ってるメンバー多いし、なんかそういつまでもなんかくだらないことでこう楽しめるメンバー多いじゃないですか。でまあ HKT ファミリーもみんなメンバーだけじゃなく、なんかファミリーみんなファンの方全員ね、村民もそう村民こそなんかそういうことに付き合ってくれるファミリーがね、やっぱり最高ですね。そうそう、やっぱりこの環境は私に合ってるなってすごくすごく思う。なんか多分外に出た方がみんな大人なんだと思うんですよ。なんかね、やっぱなんて言うんだろう、多分環境によるんでしょうね。そこにいる環境によるんだけど、本当精神年齢高めな環境に仕事してたら、もしねそっち寄りになると思う。私の周りの子とかでも本当になんかすごい達観してる子とかは、やっぱそういう仕事の環境というか趣味とかも関係してくると思うけど、その生活してるね環境によってくるんだなって思って。でも私は本当に仕事は仕事でね、真面目に皆さん仕事して、オタ活ではこうなんて言うんだろうな、いつまでも遊び心を忘れずにどんなことも楽しむ精神でオタ活してくれてる皆さんは本当に素敵だと思うし、これからもそういう皆さんでいてほしいなって思っております。そうね、なんかわかる。そうね、面白いよね、楽しいんですよね。50超え推し活してるのある意味そこも、いやなんか年齢関係なくね、いやなんかその年齢とかで言ってくる人も いるとは思うよ、もちろんさ、そりゃいる、全員が全員ね、なんかそういう考えにならないかもしれないけど、私はもう年齢なんて関係なく楽しんだもん勝ち、人生楽しんだもん勝ちかなって思います。1867ありがとう。でも私も年をこう重ねてったら、あーもう年だしなみたいに言いそうになっちゃい、言ってる未来が想像できちゃうから、今のうちから人生楽しんだもん勝ち、年齢なんて関係ないっていう精神をね、もう基盤をそこでね固めていこうと思ってます。
関係ないっていう。そう、さやちゃん渋井ちゃん大好きね。私も渋井ちゃん大好きそう、みんな大好きですよ渋井ちゃん。人生楽しんだもん勝ち。そうそう、座右の銘にしまったまあね、なんかもうね、もっと大人になれよみたいな、なんか大人だろうみたいな、言われるかもしれませんが、ま、人生一度きりなんでね。実は渋井ちゃんよりも行くのを押しています。どっちでもいいわアイリン関係ないわ。愛知に声が教えてくれ、ありがとう。オタクの仕事、年齢を気にしない関係が好き。うん、なんかまあそう、本当にね、まあ、気にせず楽しめる環境は一番いいですけど、本当に何より皆さんがね、ファンの皆さんがやっぱ楽しんでくださってることが一番、だから自分たちが楽しまないとみんなが楽しんでもらえないっていう、なんか H としてはそう、まずは自分たちが一番楽しもうっていう感じで、まあ H というかまあね、そう、私もそうですけど、 H もそういう方針なので合ってますね。そう、自分たちが楽しい、まず楽しんでないとファンの方は楽しめないなっていう感じで、そういう感覚ですね。そう、やっぱりね、ファンの方が楽しんでるのを見て私たちが楽しもうだとダメというか遅いというか、ね、私たちがまず率先して楽しんで、それを見てまたより楽しんでもらいたいという気持ちで、そうで一緒にね楽しむのができるのが一番ね、やっぱライブとかもそうですけど、うん、そうわちゃわちゃしてますねわちゃわちゃしてますね。うん、そうそう、楽しんでるの、うん、それを見て楽しめて、ありがとうございます。取らなきゃっての方針、そうですね。でもまあその方針、なんかさ、自分がそうしたいなっていうのとちゃんと合っててよかったなって思う。そう、なんかね、こうキャプテンが言ってても自分の気持ちは違うとかだとやっぱりねあれだけど、そこに私ももともと持ってる気持ちというか、そういうのが合うから、そうよかったなってすごく思いますけど、なんて言うんだろう、またね、その私は1個前の時はその K4 で活動してたから、その時ともね、またね、やっぱメンバーも違うしね。そうだって、その時いたメンバーも卒業、先輩方とかいろんなメンバー卒業してまた新しくなってるから、いろいろね、チームが多分今 K4 だったとしてもまた違ったと思うしね、昔の K4 とは。そうそう、だから本当に何もかもがね、多分本当に日々変わってなんか進化していくんだろうなとは思うんだけど、そうでもそこにね、なんて言うんだろうね、自分が楽しむ気持ちを持ってたらどこにいてもなんかなんだかうまくね、そうみんなと楽しめそう、自分が楽しむ気持ちを持つのがね、みんな本当に大事なのかなって改めて感じさせていただきますね。本当そういう行事ごととかいろいろなイベントをね、なんて言うんだろう、通して
してそう感じさせていただけてるね。そう、なっちゃんがいたら私ね、なっちゃんともでもチームグリーンで一緒になったりしてて、やっぱ本当に先輩後輩関係なく一緒にゲームとか楽屋とかでさ公演前に一緒にしたりとか、そういうなんかみんなで楽しむっていうのはやっぱずっと変わってないんだなってそう思いますね。そういうのは大事にしていきたいね。ではランキングます。13位ゆうたさん、12位たかふるさん、11位バラさん、10位谷川ゆうたかさん、9位 MJ さん、8位ぞうきんさん、7位まっちゃん、6位くろちゃん、5位たーたんさん、4位やくさん、3位ほくぴぐさん、2位レアルさん、1位だいちゃん。ありがとうございます。ありがとうございます。あ、エンジンから飛ばしたね、ガッツありますよ。みんなありがとうございます。皆さんちょっとね、時間がちょっと遅めでしたが、みんなすいません、ありがとう、お付き合いいただきありがとうございました。みんなまたね、ありがとう。じゃあまた明日ね、バイバーイ、おやすみなさい。